どうもカゲヤンです。今日はですね、油断は禁物ということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、NHK のね、あのタイドラマですね。えー、今キリンが来るをやってるんですけども、あのキリンが来るを見ていてですね、えー、油断は禁物とか油断大敵油断することによってですね、えー、その油断が命取りになるんやなっていうことを。 えー、見ていて思いい思ました、あのー、ちょうどね、えー、前このちょっと前の日曜日にやっていたあの、えー、キリンがルーの内容がですね、えー、桶狭間の戦いの、えー、内容だっ,ただったんですね。で桶狭間の戦いでね織、えー、田信長がですね今川義元を、えー、倒すという。 場面,場面というかそういう戦いなんですけども、えっと、織田軍とその今川軍というのはもう圧倒的に今川軍がこう多かったんですね。ほんで圧倒的に今川軍が有利というか、まあ、ほぼ勝つんじゃないかっていう流れの中でですね、えー、少ない軍勢の織、えー、田信長の軍勢がです、ねえー、今川義元をえー破ったという。 勝ったという,こうシーンなんですけども今川義元自体がねこう油断してたというかねこうやっぱりその一応やることはその包囲網として織田軍をこうやっつけようとしたんですけども肝心の自分の軍の軍隊をその,の人数をちょっと減らしてたっていうそういう、えー、描写というかそういう。 表現もしてたんです表現その、えー、キリンが来る中ではそういう表現をしてたんですけどもそのねあのー、どういうんですかねその攻める時にいろいろなとこからこう確実にこう倒そうとして攻めてるんですけどもその肝心な自分の軍はちょっと手、えー、かてあのー、その人数がそのね軍隊というかその。 兵の人数が少なちょっと減っていったんですね。それは織、えー、田信長の作戦で減らしたのもあったんですけど、ちょっと減っていって、それで、なんていうんですかね、そこ自分がそこへぐっと攻められてやられるとは今が思ってないんですね。でそこまではこう頭が回ってないというか、倒す方にこう、もう、もう、 織田軍を確実にもう包囲してやっつけるっていうその広がりを見せてこうやっつけに行ったんですね。でちょっとそこの中にこう自分は絶対負けないっていうかこうそういうおごりというか、えー、天狗になってるというか天狗になってるというのは大げさな大げさっという表現を持てないかもしれないんですけどもそのことによってですね、えー、その一瞬の隙というかそれを。 ついて織田信長が、えー、桶狭間で今川義元を破ったんですね。でそれっていうのはやっぱりその今川の何かそのおごりですよね。 油断というかんなかそれと同時にですね、えー、それで勝った織田信長はそれで出世していくんですけどもその織田信長が負けたのが、あのー、亡くなったのが本能寺の変なんですね。で本能寺の変もよく似てるんですね今川の時とね。その織、えー、田軍はその全国を織田軍じゃ織田信長が制圧するために自分の部下をね えー、いろんなところにこう中国地方の方に、えー、豊臣秀吉を持って行ったりとかこういろいろやってたんですね毛利軍の方に行ったりとかそうやって他の地域には、えー、何々軍滝、えー、川一正やったかな,なんかそれは、えー、東北の方やったかななんか北の方かな、えー、攻,め攻めていったりとかしててほんでえっ、ー、とーそのいろんな方位をこうせ攻めてるっていうのはあって。 っていい形にはなってるんですが、肝心の織田信長の軍はほとんどいないんですそれはえっと真ん中中心にいるからその順調にいってて自分には抜かりない感じでやってる感じっていうかねそ,そこがね、えー、織田信長のその好きというか、えー、油断というか天狗になってたところでそこで、えー、明智光秀がこう えー、いろんなこう恨みがあったんかなんかでこうい,ろんないろんな考えがあったと思うんですけどそこで織田信長を、えー、暗殺したというかその攻めたということがあったんですね。これは今が,と今が周りからこう言ってるのと織田信長も周りにこう攻めさせて自分だけが緩くなってよく似てるんですね。そそここにに一瞬の隙があっってそこで、えー、命取りにななたという風になって 出るんで,す、ね、でそういうのを見ててですねやっぱ油断大抵というかその自分が。 例えば天狗になってるとかですね、えー、おごりがあるとかですねそういうことがあることによってですねなんかこう余計なトラブルに巻き込まれたりね、えー、することがある可能性があるなというふうにこう見ていて思ったんですねだから例えばその自分が勢いがあるというかこう順調にいってる感じ見える時にちょっとそういうのを気をつけなあかんのかなというふうに感じましたね。で例えばこう 相手とこう喋ってる時にですね、えー、自分ではこう自慢やと思わんと普通のことやと思って喋ってることがですねその普通の意識で喋ってると思ってるのに相手はそう受け取らないというだからそれは伝える技術というか伝え方が自分の中で良くないのと自分がちょっとこう慢心してるというかねちょっとおごって ている部分があって、それが伝わって嫌な思いをすることによって何か回り回ってそのトラブルに巻き込まれるということがある可能性があるんですね。だからその調子に乗りそうな時にですね、えー、自分一人でいる時に調子に乗った気持ちになっているのは全然変わらないんですけども、人とこう相対する時はですね、ちょっとこう慎重になるというか、えー、もうほんまにへり下るというか、えー、ぐらいの感じでいいんかなと。で僕なんかも。 そそのの商売してますんで、そのやっぱりそのやっぱ調子いい時にねこうどういうんですかね気持ちが大きくなった 感じでこう接して、それが相手に伝わると、相手はいい気分がしない可能性もあるんですね。それは相手のその器にもよりますけども、そういうことがあると思うんで、やっぱりこう慎重にというか、こう謙虚になるっていうことを、こう自分の中にこう、落とし込むというか、その謙虚にならなあかんなっていうふうな、時間を取るというかね。で、僕の場合で言うと、基本的にその般若心経をね、ええ。 書いてる写経をしてるんですけども、えー、その時間がですね、えー、結局自分を見つめ直すというかそういう時間になりますねあと瞑想もしてます朝に瞑想もしてるんですけどもそこでいろいろ考える、えー、内観することがあってですねそこでこうしっかりと見つめ直すでしっかり見つめ直せない時もあるんですけども、えー、ある程度そこでぐこっとこう落ち着いた状態になるんですねほんでやっぱりもうちょっとこうせなあかんなっていう感じをこう 思うことがあるということですねがあるんで、えー、ちょっとねそのキリンが来るを見ていてですね、えー、そういうことを思いました、えー、非常に面白いあのドラマなんでこれからも見ていきたいと思いますちょっとね、えー、コロナの影響で、えー、放送がちょっと一旦延期になるのかななるんですけどもこれからも見ていきたいかなというふうに思いましたということで今日は、えー、油断 は禁物ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。